おいーさあいけそ う, う, そう上から上から頭いい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 っちゃうそっからやっぱり、頭いいっすよ、はい、やっぱ日大だからね、高さ狙ってる痛いか痛いさ OK 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 残念最後の場面ですねこの場面です皆さん注目してくださいここにプレーやねはいこれは戻るぞというところですねこれポジション取りはいいんですよすぐしてきましたねあれいやー止まらないでは続いて個人戦もじおさんということになりますよろしいですかでは参りますもじおさんの挑戦さあガンガンジャックポーズで壁を待ち受けますがこれはジョージ・ファーマットモハメド・アリだおっときたもう早くもアリが入っているさあどうか抜けられるかアリになれそういや意図的に割ったというのは確かにレッドカードだと思います、はいはい、意図的ではないですよね僕らそのルール上これはダメでしょって今伊藤さんにちょっとちょっとでは意図的かどうか確認しましょう意図的だったら僕も、はい、これがジョーシュ・フォアマンに、はい、左の蝶のように舞い蜂のように、うん、早速待ってやるジョーシュは倒れますこれこれはちょっとお見事クリアですでは参ります三谷市柴田さんの挑戦こりゃ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 おっとこれいけるいや相当これこれ難しくないさあ相当心があるできるなちょっと大丈夫柴田びっくりしたよ計算じゃできないでしょすげえ落とした、はい、対面的な動画にね、はい、運動神経がいいなと思いますしそれでこの後です足かあれが高かったんだよね、はい、あれだってこれの足の最後ここに引っかかったねひどいちょっとですねこのまま引きずられますこんなことあるすいません、三谷さんが若干ちょっと怒ってらっしゃるみたいな。いやそうですよね。ちょっと今通ってもらわないと。寒いんだよ。体温が抜けてる感じがするんだ。体感で言うと寒いんですよね。自分の力を見せる自分の。はい。トンネルズチーム森野さんの挑戦。そりゃ。おっとこれは。のりゆきのあのポーズさあ、のりゆきタイミングを合わせてのりゆき止めクリアすげえあっさりあのジャンプが見たいでしょみんな誰しもがまさかあとって期待するでしょあの感じいやでもあれそれ飛んだらあの落ちちゃうでしょ冷静超冷静でもこのまま突き上がった時に踏んで壊したのかちょっと待ってください違うわいや俺前出た時もこれ眼鏡のレンズなくなったんですよちょっとじゃあ田舎に確認しましょう踏んだ覚えはありますか踏みましたかカメラ踏みましたちょっとよく本人目の前に踏みました踏みましたちょっと待ってちょっと待って田舎さんはかばってる場合かばってノリさんはかばってる場合いやいやそういうタイプじゃないですよそういうタイプそういうタイプじゃないです田舎自分が踏んだら踏んだってお前は正直なやつだから自分の足の感触だとかなんかそういうの分かるもんな分かりますねそれ明らかに柴田のこの、うん、細いフレームなんだけど、はい、あれを踏んだかどうかって足の感触は分かりますよくよく考えると踏んでなかったような気がするちょっとちょっとおいなんか俺見てたよではここ
ここで確認 VTR。 スローでもう一度。踏んだのなんで途中でまだ踏んでねえとか言い始めんだよ。どっちなんですか。まあ、たとえ踏んだとしても、まあ、仕事なんでしょうがないかなと思って。そういうことだよ。そういうことだよ。そういうことだよ。仕事なんだよ。バカじゃないの、本当に。一言いただきたいでしょ。しょうがない、田舎さんだって一生懸命やる。じゃあ、一言いただきたい。すいませんでした。なんでそれ。俺、田舎さんと付き合いないけど、それはダメだよ、田舎さん。参ります。個人戦はいよいよこれがラストということになります。見せよ。オッケー。では参ります。三谷氏、山崎さんの挑戦。ぶつけろ。15年間ぶつけろ、山崎。さあ、これ。これは？あきちゃんの。何これあきちゃん。このあきちゃん何これ。あきちゃんなんだよ。さあ、このポーズできるか。できるか。ガチャすぎるかどうか。水に濡れずに、おっ、あれは鍋だるまが本当に手こずってそうだ。おさあ、これこっからね、さっきの見たいさが見事だね。そうですよ。笑えよ。おい、神が降りてくるか。おい、神が降りてくるか。まさに自分との戦い、山崎個人戦。おいやだ。見てろ、見てろ。山崎ダメだったよね。これあれから面白くなるわけだ。意外に割れないですね。あいつ本当は割れてポンと落ちたかもしれない。山崎に追い込んだ時が強いんですよ。おこっから、こっからこっからですか。こっからです。あ、見てください。びっくりしました。見たい。じゃあちょっと覗いてみましょう。びっくりでしょ。ちょっと本当にまあ確かにちょっと笑っちゃいましたけど。この後も次々とクリアするトンネルズチームに対し、失敗続きの三谷チーム、ついにはリーダー三谷に異変が。なんか歯が痛くなってきた。歯も痛くなってきた。大丈夫ですか。なかなか冷えてボロボロになってきましたが、入りに行く。体がどんどん重くなった方がいいよ。じゃあちょっと、じゃあ一緒に、お父さん一緒にちょっとお風呂にね。いいわ。あったかいと違うよ。あったかい、ね、どうですか。なんでさ、三谷さん、星野さんと一緒に温まってる感じどうですか。え、来てよかったね。いや、そういう。さあ、団体戦は3人で1枚の壁を抜けていただきます。クリアできれば50ポイントを差し上げます。もう勝利は間違いないです。じゃあ、はい、トネルズチームの挑戦。何？何？来た！え？あきちゃん、影響魂？さあ、影響魂、文字蔵さんでラインだ。さあ、どうか。3人で影響魂。見事クリア抜けました。これ僕ら成功させて何点ですか。50点ですね。10? 10? 意味ない団体戦それ。いいよ、言っちゃう。はい、スピード倍にしてクリアしたら100でもいいよ。よろしいですか。いいですか。みたらさ、それでいいですか。行こうじゃないか。足りましょう。さあ、団体戦です。はいはいはい、これが最後の壁です。 OK、 分かりました。自分の役割を。では参りましょう、団体戦三谷チームの挑戦。前をね、前に来るか。よっしゃ、来い。何が、ちょっと小さくね、小さくね、あそこ。何あれ、一瞬で、一瞬で判断して。これはもちろんあの演奏、あのシーンということになるのか。でかい、これでかい、でかい、でかい。残念、チーラスか。でかい、バカ、でかい。やった。残念でした。腹の下にぶつけたぞ。いかがですか。さらし出てない。大丈夫出てない。はい、出てない。大丈夫です。ザ・マジックアワー、はい、6月7日です。ぜひ皆さん。ということで90対0、今日はトネルズチームの勝利でございました。今日はこれまで。